こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきます。メルマガ登録を募集しています。説明欄のところのリンクからご登録いただけますので、よろしければご登録ください。告知や、一応メルマガ限定音声などたまに配信してます。毎日配信してます。あと Amazon 楽天のリンクが説明欄のところに貼ってありますんで、よろしければ一度踏んでいただいてお買い物していただくと、当読書会に紹介料が入りますんで、ご協力いただければありがたいです。今日も本田健さんという方の書いた強運を呼び込む51の法則を読み上げていきます。人のために動ける人は運を自在に操れる。あなたは運命というのは決まっていると思いますか？運命と宿命という言葉があります。宿命は文字通り宿る命です。あなたが生まれた時も決まっているのが宿命です。生まれついた時すでにあるものです。一方で運命は運ぶ命、あなたの命の運び方で決まってきます。すなわち宿命は変えることができないもの、運命は変えられるものなのです。この違いを知るのは難しいことですが、私はそれを次のように捉えています。私たちは生まれながらにして持っているものがそれぞれ違います。生まれた家の財産、両親の教育レベル、住んでいる場所などがそうです。個人的な側面では、持って生まれた才能、体格や健康の度合い、性格などはその人特有のものです。これに関しては平均よりはるかに恵まれたものを持って生まれる人もいれば、そうでない人もいます。この不平等さはどうしようもありません。私の知っている人でも、大金持ちの家に生まれ、容姿も端麗でスポーツ万能、頭脳優秀な人がいます。若い頃には海外留学を体験して実家のビジネスを継ぎました。外から見れば羨ましいと思う要素がいっぱいあるでしょう。しかし彼は男女関係に恵まれず、なぜか素敵な人と出会えないのです。宿命として男女関係の運には恵まれていないのでしょう。しかしそれを真剣に捉えて積極的に変えていく努力をすれば、彼は素敵な女性と出会えるはずです。ですが今のところ恥ずかしがって、まだその行動は宿命を変えるには至っていません。運命はいくらでも変えることが可能ですが、宿命に制限を受けています。人は変われるのかというのは大きなテーマですが、私は普通にしているとなかなか変わるのは難しいと感じています。なぜなら人の考え方、感じ方、生き方は宿命だけではなく、その人の育った環境に影響を受けるからです。もちろんそれらを変えることで大きく変わることはできます。しかしながら先祖から続く生き方のノリ、先祖や両親から受け継いだ価値観を乗り越えて自分独自のものを想像できる人は100人に数人いるかどうかでしょう。宿命の制限を突破して運を自在に操れるようになるかは、人のために動ける人であるかどうかで決まってきます。自分の得ばかり考えている人は、宿命によって規定された人生を超えていくことはできません。しかし誰かのために真剣にしてあげたこと、自分のエゴを超えてやりたいことに打ち込むようになると、自然と周りの人からのサポートを受けられ、制限が外れるようなのです。愛する誰かのために無視の心で行動し始めた途端、宿命から自由になれるのです。ある有名な歌手の人は語っています。人は誰でも最初は自分のために歌う、でもある時から人のためだけに歌うようになる。それが一流とそうでない人の違いだと。あなたは人生の歌を誰のために歌っていますか、ということです。宿命っていうのはもう決まって変えられないものですね。最初から与えられている所要の条件ってやつですね。運命っていうのは運ぶ命と、いうことです。これは自分で変えられるものですね。まあこの文章の中では、まあ運命を変えるっていうことは、まあ大勢の人のために、まあ自分のエゴを超えて動いた時、運命が変わって開けていくってことを書いてます。まあ哲学的に言うと、ちょっと私の考えてることですけどね、宿命っていうのは、人間って必ず時間と空間に縛られてるわけですね。まあ環境に縛られてるっていうのは、生まれた時の家の財産とか両親とか住んでる場所とかに縛られてるっていうのは、まあ生まれた時の条件ですね。空間とか
時間というのは、まあ人は選べないわけですね。まあこれは所要の条件ですね。最初から、何ですか、ドラゴンクエストでは最初にヒノキの棒と布の服を着てるみたいなもんですね。最初の装備ですね。まあ、人はそれぞれ最初の装備が違うんですね。いきなりちゃんとなんか鋼の鎧を着てね、鋼の剣を持って生まれてくる人もいるし、まあそうじゃない人もいるってことですよ。ただ、人間は生身の体っていうか、運命っていうのは何かってことですね。生命ってことですよね。生命っていうのは何のかってことですよね。これは結構ね、哲学的な問題があるんですね。生命が一番力を発揮するのはどういう時なのかっていう問題があるんですよ。人間というのは、まあ、宿命に縛られて生きて、生まれてきてるんですけども、その宿命に縛られた部分から、生命っていうのは抜け出そうとしていくってことですね。まあ、鎖に縛られて生まれてくるけど、自由を求めると。で、運命っていうのは自由のことですよね、おそらくね。自分が自由になりたいって思い、まあ、人を自由にしてあげたいと。多くの人は大体縛られて生まれてきてるわけですよ。それをなるだけ自由の方に、自由、まあ自由って、まあね、日本だと自由って自分勝手って意味に聞こえるんですけど、多くの人が与えられた条件から解放されることですね。まあ、例えば基本的人権とかデモクラシーって人が自由になるためにあるんですよね。今まで封建主義の社会だとどうしても奴隷状態になって、手枷足枷で、まあ一部の人はずっと支配階級で、多くの人はずっと奴隷階層に固定されてるっていうのがあると。なぜ人権とかデモクラシーっていうのは、まあフランス、特にフランスですね。まあイギリスとかフランスで発達したかっていうと、まあみんながなるべく自由になろうっていう運動だったんですね。まあ、啓蒙思想は最たるものですよ。まあボルテールとかルソーとかね。ということは、まあそれによって一気に今の社会って発展してきたわけですよ。まあもともとその産業革命があって発展してたっていうのはあるんですけども、さらに自分たちが自由になりたいっていう運動が、まあ、政治思想の中から起こったってことですね。だから自由っていうのは人間の自由になりたいって願望はすごい人間のなんかエネルギーの源になるわけですね。まあ自由のためなら死ねるって人もいるわけですから、まあ、そうじゃない人もいますよ。監獄の中で3食あればいいっていう人もいますけども、でも自由の力っていうのは人間社会をまあここ200年ぐらい発展させてきたってことですね。まあそれはあの、私が読書会だったスタンダールのね、赤と黒っていう小説はそのことをよく書いてありますね。ジュリアン・ソレルって何でもない田舎のね、材木工場の三男みたいな人が、まあ自由になりたくて、ナポレオンになりたくて、自由であるナポレオンに憧れて、まあ出世していくって話なんですけども、なんで出世していくかっていうと自由になりたいからですね。片田舎で暴力親父に縛り付けられてね、奴隷のように働かされるよりは、まあ、自由になりたいと思ったんですね。で、自由ってものを、まあ、アメリカ特にそうですよ。自由ってものをアメリカンドリームとか、あれ自由にまつわるものを国の力にしてきたんですね。国民の潜在能力を引き出すために自由ってものを使ってきたわけですよ。だから自由ってものはすごい重要なものなんですね。西洋社会では、欧米では、日本ではそこまで自由って大切だと思われてないんですよ。これがね、ヨーロッパの哲学を見ると分かりますね。だから運命っていうのは自由になることですね。宿命っていうのはもう決まってるもんだけど、運命っていうのは自由になっていく動きですよ。それは精神的な動きでもあるし、生命としての生き物としての人間の動きでもあると、魚がより広い大きな海で泳ぎたいと思うように、人間はより大きなところに出てって自由に泳ぎ回りたいっていうのがあるんですね。だからもちろんね、自分のいる小さな池で井戸の中でずっと暮らしてたいっていう小魚もいるかもしれないですけども、この人間の社会が発展してきたのは外に出て海で泳ぎたいっていう人たちがたくさんね、出てったからですね。出ていかなきゃね、未だに地球が丸いとかね、分かんなかったわけですからね、それぞれの村で猿山の猿みたいに暮らしてただけだったのが、世界中の人がつながるようになったわけですね。
ということです。だから人間というのは自分の中に自由になりたいっていう気持ちを大切にしなきゃいけないということです。それは一生そうですよ、おそらく。じゃないと宿命によって規定された人生を超えていくことができないと。なぜ今日本社会が閉鎖的で先が見えないかっていうと、みんなが自由ってことを知らないわけですよ。もっと自由に生きられるはずなのに、自分で宿命の方に、与えられた手枷足枷がもう取れないもんだと自分で思い込んでるからですね。ずっと鎖につながれてた犬が鎖を解いてやっても逃げないようなもんで、逃げられなくなっちゃってるね。ということですよ。それは物理的に外国に行くとかそういう話じゃないんですよ。その場にいて自由になろうとするっていう意識がないと、別に外国に行ったって不自由なわけですよ。だから、自由になろうと、自分が自由になりたいと、さらには、人も自由にしてあげたいと。それは、お金とかね、いい職とか、そういうものは力がないと斡旋したり、人に与えることはできないですけども、精神的自由ぐらいは、誰だって人に与えることはできるわけですよ。ということですね。誰かの可能性っていうのを信じてあげるってことは人を自由にしてあげることだと思いますよ。まあ、そういうことを、精神的な部分での援助っていうのはできますから、別にその物質的な援助は難しいですけどね。まあ、多くの人は自分とか自分の家族養うためで精一杯ですけども、ただ誰かの可能性を信じて、その人が、宿命から解き放たれて自由になるように応援してあげることが、まあ社会全体の活力になっていくと、逆に人の足を引っ張るとか、誰かを宿命の中に押し込めるとか、そういうことをやってしまうと、どんどん社会はギスギスしていくと。まあ、そのために人権を大切にするとか、権利の平等とかね、自由を大切にするっていう考え方があるわけですね。それは社会の活力、潜在的能力を引き出すために、自由とか権利の平等とかっていうのを、まあ、フランス人とか言ってんだと思いますよ。そこがね、見えてないんですね、やっぱりね、我々の中にね、日本人の中に、とりわけ。というのはちょっと感じますね。だから、それを思わないから、すごい、お先真っ暗感、閉塞感というのが、心の中に生まれちゃうと。自由に対する意識がないから、閉塞感に、心が閉ざされていくと。いうことだと思います。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。